どうも、面白ひげメガネです。今回はですね、先日発売されましたビーズの新しいミニアルバムフレンズ3の、一度聴いた段階での感想でございます。ね、一応まあ前回ね、フレンズ3を全く一度も聴いていない状態での感想というのを挙げさせていただきまして、感想というか、ただの予想なんですけれども、ジャケットとタイトルの印象だけで、大体こんな感じかなっていうのを語らせていただいたんですけれども、改めてちょっと一度聞かせていただきましてですね、前回のその全く聞いてない状態での感想と比べて、どの程度合っているかっていうのも込みで、全体の感想を語らせていただこうと思いますので、お付き合いいただければと思います。まずざっと一通り聞いた感じの印象としては、そのパート1、パート2ほどなんか冬っぽくないというか、なんかね、そのパート1とかパート2で見られたような、なんか冬ならではの冷気といいますか、なんかこう雪がこうさーっと降ってるような、そんな景色が浮かぶような曲が見られなかったので、なんか冬のアルバムという感じではなくて、なんかどちらかというと結構普通の、AOR なのかなっていう感じの印象は受けましたね。それどころかむしろ、ね、予想でも言いましたけど、ちょっと冬を通り越したちょっとなんか春を感じさせるような、ちょっとなんか春の温かみみたいのを感じるような部分も結構あったので、なんかそういう意味ではね、そこの予想は僕は合ってたんじゃないかなと思いますね。その理由がね、その予想動画で言ったような、その今の時期的なところを考えた上での、そういったちょっとね、先の春を感じさせる、希望を感じさせる要素っていうところなのかどうかは分かんないですけれども、ただまあね、僕の予想で言ってましたけど、パート1とパート2を足したような内容みたいな、ことをなんかほざいてましたけれども、だからそんな感じではなかったですね。なんかパート1ともパート2ともまた全然違う、全く新しいフレンズの世界が出来上がってるような、なんかそんな印象を受けましたね。で、楽曲を取り上げていきますとですね、あくまで一度聴いただけの印象なので、そんなに語れることはないと思うんですけれども、まず1曲目、春の日ですね。この曲に関して僕は予想では、歌入りの曲前提で話してましたけど、歌なんてものは1秒も出てこない完全なインストの曲でしたね。だからそこは今までのフレンズの様式部を守ってる感じでしたけど、松本さんのお得意とするジャジーな温かみのある音色のギターインスト曲なんですけれども、その温かみのある音色も相まって、非常にやっぱこうね、タイトルも相まってですけど、なんかやっぱちょっとこう春の陽気を感じさせるような、そこに関しては予想はちょっと合ってた感じしますよね。ちょっと春の領域に、足を踏み込んでるっていう意味だよね。で、2曲目、シーズンエンドというね、曲なんですけれども、この曲は僕は予想ではね、松本さんのアコースティックギターメインの、相変わらずな僕らとか、あのタイプの曲みたいな予想をしてましたけど、全然そんなことはなかったですね。全くそんなことはない、ザ・ AOR みたいな、ジ・ AOR みたいな感じの曲ですね。で、最後に稲葉さんと松本さんの普通の日常会話がそのまま収録されてるみたいなことをなんか言ってましたけど、そんな時間は1秒たりともありませんでしたね。でもちょっと1回通して聴いただけなんで、ちょっとこの曲だったかあれですけど、ソロのアコースティックギターのソロかな、がすごくいい味を出してましたね。で、3曲目、乱れ散るというね、曲なんですけれども、この曲の予想は、あながち間違ってなかったですね。このアルバムの中では一番ロックしてるタイプの曲という予想をさせていただいたんですけども、なんかタイトルの感じでなんとなくそんな印象を受けたんですけど、実際この曲、このアルバムの中では一番、ロックタイプの曲なのかなっていう印象はね、実際一回聴いても思いましたね。なんかちょっと70年代っぽい、70年代の歌謡曲っぽいなっていう感じの雰囲気はすごい感じましたね。なんか70年代歌謡曲のビーズロックアレンジみたいな、なんかそんな感じの印象は受けたかな。そういう曲はね、ビーズでも結構昔からちょいちょいあったりはしますけど、そういう意味ではお得意のタイプの曲なのかなと思うんですけど、これがね、どれだけ今後、聞き込めるかっていうところですけどね。で、4曲目、フレンズ3というね、タイトル曲がここで来るわけですけれども、僕の予想では、その今までのフレンズシリーズの、定番のメロディーね、てんでれってん、てててんてててんっていう、あのメロディーに今回歌が入ってるっていうね、
そんな予想させていただきましたけれども、さすがにそんな飛び道具はいきなり仕掛けては来なかったですね。全くのインスト曲で、でしかも、ね、歌詞の内容で、あのいつかのメリークリスマスの君が欲しがったあの椅子のその先の行方が書いてあるみたい なんかそんなことまで言ってましたけど、そんなことは全くないですね。で最初ね、あのピアノであのメロディーが奏でられるわけですけど、正直言うとね、あのピアノっていうところはね、実はちょっと予想はしてました。あのパート1があのストリングスのアレンジで、パート2が、まあちょっと松本さんのギターを入れたちょっと大人な感じのアレンジで、まあピアノっていうパターンはね、実はちょっと予想はしてて、でその通りできたから、ああなるほどなって思って、で一回ちょっとね、それで終わりそうになって、ああこれで終わりか、ちょっと残念だなって思ったんですけど、後半に入ってオーケストラがね、入って、あのオーボエがその主旋律を奏でるようになるんですけど、そこに入ってなんか、ああよかったなって思いましたね。あの一工夫あった、よかったって思いました。まあもちろんまだ聞き込んでないんで分かんないところはありますけど、でもあの後半のアレンジ非常に素晴らしかったし、まあこのアルバム全体のちょっとこう春も感じさせるような雰囲気に合っていたんじゃないかなと思うんですよね。で5曲目バタフライというね曲なんですけれども、まあこの曲は僕は予想では松本さんのギターインストというね、なんだったらあのフレンズ2のあのサザンカ冬の日みたいなあのタイプをちょっと予想してたんですけど、全く外してましたね。これも歌い入りの曲でしたね。ちょっと調子悪いですね。まだまだちょっとお二人の発想についていけてないところがありますけれども、でも印象としてはね、一回聞いた印象だと全体の中では僕この曲かなり好きな方ですね。1番か2番ぐらいに一回聞いた印象だと好きですね。まあ良かったのはやっぱ稲葉さんの歌唱ですね。A メロあたりのね、ちょっとこう低音域でじっくり聞かせる感じの歌い方がね、非常に味わい深くて良かったなって思いましたね。で6曲目、こんな時だけあなたが恋しいというね曲なんですけれども、まあ、この曲は僕は予想ではボサノバと言わせていただきまして、まあ、ちょっと攻めた予想をさせていただいたんですけれども、まあ案の定外しましたね。ボサノバでは全然ない、もう正統派の AOR っていう感じの印象を受けましたけれども、まあ一回聞いた印象だとね、あんまりあの印象に残ってないです。あの今思い出そうとしてもなんか、AOR っぽいなっていう以外なんかちょっと思い出せない感じなので、まだちょっとピンときてない感じはありますね。ウッドベースのソロなんて1秒たりとも出てこなかったですね。で最後7曲目グロー&グローという曲なんですけれども、まあ、バラードっていうところだけ合ってましたね、予想としてはね、まあ、あとはまあ大外しというかなんというか、まあ、そのいつかのメリークリスマス以来の、名曲を生み出そうとして作ってるみたいな予想をしましたけど、まあ、もちろん気合はね入って作ってるんでしょうけど、僕の中の予想はなんかもっとこう、シングルカットをしてもおかしくなさそうな、それこそ工房とかなんかああいう感じの、なんかすごくね応用なアレンジも入れたようなそういう感じの作りなのかなっていう予想をしてたので、なんかそういう感じじゃ全くなかったですね。ただまあこのアルバムの中では一番ちょっと冬を感じる曲ではあったかなと一回聞いた印象では思いましたね。特にサビの入りあたりのちょっと浮遊感のあるメロディーとアレンジに関してはなんかちょっとこう冬を感じるところはあったかなと。まああとはイントロとかなんか部分部分で出てくる松本さんのアコギのフレーズが、とても味わいがあってよかったなと。まあ、やっぱねエレキはともかくね、アコギであそこまでパッと聞いてこの人ってわかる個性を出せるのは相変わらずすごいなと思いますよね。はい、というわけで今回はビーズの新しいミニアルバムフレンズ3の一度聴いた段階での感想を語らせていただきましたけれども、一応前回の全く聴いてない段階での予想と比べるとまあ、当たってる部分もあれば盛大に外してる部分もあったりと、まあなんかいろんなところがあって、まあ、自分的にはまあ自己満足はできたかなっていう感じなんですけれども、まあ、ざっと聞いた全体の印象としては、まあ、一回聞いた印象だと分かりやすさには欠けるかなと思いましたね。なんかこうビーズらしいなんかいかにもシングルカットできそうなキャッチーな曲っていうのがないなって思ったので、まあそもそもフレンズシリーズのコンセプトとしてちょっとまあレイドバックした感じの雰囲気っていうのはまあそういうのはありきではあるんですけれども、まあ、今回もしかしたら今までで一番ちょっと難解な作品にはなっているのかもわかんないですね。
だからちょっと聞き込みは必要かもしれないので、まあ一回聞いた印象だとこう、なんか、ドンと残るフックみたいのは、あんまり大きなものは感じられなかったけど、これから聞き込んでみて、どう変わっていくかっていうところですよね。とりあえず今の段階では部分部分で聞かれる、まあそれこそ稲葉さんの歌唱だったりとか、松本さんのギターのフレーズとか、そういったところになんかこう、おって思うところを感じたりはしたので、まあそのあたりをこうね、楽しみの軸として、2回目、3回目、4回目、10回目、20回目って聞いていこうかなと思いますので、で、今後は一応一通りこう聞き込んで、ある程度聞き込んだ段階での感想もまたどこかのタイミングで上げさせていただこうかなと思っておりますので、お付き合いいただければなと思います。ということで引き続きフレンズ3を一緒に楽しんでいきましょう。面白いひげメガネでした。